出張でビジネスホテル泊まりますよね。あ、泊まりますよね、みんなね。うん、で結構まあ全国各地にある、ホーンホーホーインっていう。ええホーンホーホーインっていう。ホーンホーホーイン。はい。のは有名ですよね。もうね、はい、有名ですね。でそのホーンホーホーインって結構、まあ、悪い噂があるというか、なんというか、まあ僕は大好きなんですよ。僕も大好きですよ。僕も大好きです。はい、うん、で、またあの、その、ホーンホーホーホーインと、同じ系列の会社が電車やってますよね。はいはい、はい。ホームホーム編とかね。それめちゃくちゃやばいやん。はいはい。やってますね。はい、はい、やってますやってます。はい。では、その社長のホホーヘイハーとか。あ、ホホーヘイハー。はい。ホホーヘイハーは、はい、割と悪い噂。多いですね。多いですね。強盗とか言われてる人ですから、ね。うん、やってますね。名前をもじって。ねえ、もう地元ではもうその、もうむちゃくちゃやれてますね。いろんなことやった地元では。はい、だからやっぱりね、その、安く土地を買い叩いて地上げしていくっていうやり口が多いんですよね。うんうん、そうですね。で、その、ホンホホヒンも、やっぱり、ちょっと問題のある土地を地上げして安く買い叩いて、そこにビジネスホテル建てるっていうやり方が多いという、根も葉もない噂が立ったりしてるんですよね。悲しいことに。まあ、そういう噂流しちゃいけないですよね。いけないですよね、うんうん。もうあんな素晴らしいホテルで。ね、いいホテルですしね。いいホテルですよ、本当に。あの、朝はバイキングでパンとか食べれますしね。食べれますね。好きなだけ食っていいですからね。食っていいですかね。ただ、まあ、安いコッペパンですけどね。そうそうそう、そう。なんか固まって、固かったりするんですけどね。いや、僕大好きですよ、あのコッペパン。僕も大好きですよ、はい。はい、で、ですよ。まあ、やっぱりなんか昔の人とか、まあ、昔っても20年ぐらい前の話ですよ、うん、あそこはやばい土地を買い叩いてやばいところにホテル建ってるから、うん、泊まりたくないっていう人が多かったらしいんですよ。あ、そうか、そうです。ビジネスホテルって地元に、はい、ね、あのね、適してたんで地元の人が泊まったりするのもよくあるからみんな知ってますからね。そんなことだし、やっぱり出張の多い企業のサラリーマンとかの間では、うん、あのホテルやばいから嫌だっていう噂は結構飛び交ったらしいんですよね。ああ、そうなんだ、うん。で、そういう人から聞いた話なんですけどね。はい、まあ、まだ JR が国鉄だった時代ですよ。あ、結構じゃ前ですね。結構前ですね、うん。で、国鉄の時代って結構ストライキがあったじゃないですか。ああ、そうですね。今と違って、本当、毎年毎年何回かやってましたからね。ですよね、うん。で、しかもまあ、ちゃんと告知するじゃないですか。しますね。まあ、7月二十何日、ストライキやります。うん、この日は全線、もう普通です、みたいな、ことを言うから、それこそ、例えばその東京の会社の人にしろ、埼玉とか千葉あたりに仕事で行くにしても、うん、電車が使えないから前乗りするわけですよ。はい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 。前乗りして、ホテルに泊まって、で朝その仕事先に行くわけですよ、うん、その日の。なるほどね、うん、でやっぱりそういうちょっと都心じゃないところに行くにしても、うん、まあ、出張ってほどじゃない距離でもやっぱり前乗りするわけですよ、うんうん、でまあビジネスホテルに泊まってでその次の日行くわけですけれども、ある日まあそういうことがあって、まあ国鉄がストライキしますと、うん、わかりました。じゃあ、前乗りしますと。で、その人が行ったら、あれ、なんか変な音楽かかってきました、ね。じゃあ、あの、はい、こっからほら、対談になってきましたから、ちょっと僕も気を利かして、はい。まあ、その人が前乗りしたら、普段は、ほんほほひんは、絶対泊まりたくないって言ってるんですけれども、うん、事務の人の手違いで、うん、そのあたりのビジネスホテルが全部、埋まっちゃってて取れなかったんですよ。うわぁ、最後残ってたのそこだけやったんや。そう。で、なんとかなんねえのかと思って探したら、まあ、例のホテルだけが空いてて、空いてたと。そこに泊まったらしいんですよね。うん、まあ、ちょっと嫌だなぁと思いながら、まあ、その日は、そのホテル泊まって、まあ、出張っていうほどでもないんで、別に、夜の街に繰り出してね、スナックとかで遊ぶとかもなく、うん、まあ、寝ますわな、うんうんうん、1時間2時間ぐらい経った頃ですかね、はい、なんかふと目が覚めたんですよ、うん、で目が覚めたっても
パチッとこう目を開けて覚めたわけじゃなくて、なんだみたいな感じで変な気配がしたような、なんというかなんか変な目覚め方したんですよ、うん、だから目は閉じてるんですよ、うん、まだ半分寝てる状態で目は閉じてるんですけども、なんか変な感じだなみたいな感じで半分目が覚めたと、うん、でその人ちょっと真っ暗だと眠れないタイプの人らしくて、うん、豆球はつけたらしいんですよ、うん、だからその部屋はちょっと半分明るい状態なんですね、うん、で目を閉じてると言ってもちょっと光は入ってくるわけじゃないですか、まぶたを通して、うん、でそれがふって暗くなるんですよ、うん、暗くなったり明るくなったり、暗くなったり明るくなったりするんですね、まぶたを通して、まあ、寝ぼけてるからなんだなんだこれ変な感じだなぁと思ってるんですけど、まあそのまぶたとしてふっ暗い、ふっ明るい、ふっ暗い、ふっ明るいってなんですね、うん、なんだこれと思ってふっと目を開けたら、まあその人仰向けに寝たんですけども、その仰向けに寝たま上のつまり天井の方に何かはぶら下がってて、それが振り子みたいにブンブンブンって揺れてるんですよ、うん、でそれがちょうど豆球を隠したりまた出たり隠したりまた出たりってなってるんで、うん、その明るくなったり暗くなったり明るくなったり暗くなったりしてるわけですよ、うん、でさすがにそれ見た時にって驚いて眠気を覚めてガサガサってそのベッドから起きたんですね、うん、立ち上がってみたら天井の方からどうしたわけか紐がブラーってぶら下がってて、その先にスーツを着たおじさんが首をつってぶら下がってるんですよ、うん、でその首をつったままブランコみたいにブラーン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 って左右に揺れてるんですね、うん、なんですけどおかしいのが、そのおじさん見た目は普通のスーツを着たサラリーマンなんですけど、なんか縮尺が変なんですよ、100センチないぐらいの大きさになってるんですね、うん、別にその見た目は完全に普通なんですよ、うん、ただ普通のおじさんをギュッと3分の2ぐらいのサイズにしたみたいな感じで縮小されてる感じなんですね。そうなんです。100センチぐらいのおじさんがブラーン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 って首を紐で吊られながらぶら下がってるんですよ、首吊りしたような感じで、うん、と思って、いやいやおかしいおかしい、こんなことあるわけないって、これは幻覚だ、これは幻覚に決まってると、絶対こんなのすぐ消えるはずだと思って、もずっとブラーンブラーンブラーンってしてるんですよ、うん、いやこれは幻覚、こんなのおかしい、こんなの俺は頭にぼけてるんだ、おかしいんだで、まあ自分では幻覚だと思ってるんだけど、やっぱ怖いのは怖いじゃないですか、うん、だからもうその場にいるのは嫌だから、ガッて毛布を引っ掴んで風呂場に入ったんですよ、うん、で風呂場で毛布かぶって、いやあれは幻覚、あれはあんな幻覚に決まって、幻覚に決まってると思うんですけど、まあそれはそれで怖いから、ドアをびっちり閉めるのも嫌なんですよ、うん、だからちょっとだけ開けて風呂場に毛布かぶって閉じ込めたんですね、うん、でガッ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 って触れて、で10分ぐらい経って、いやもうあの幻覚消えてるだろうと思って、ふっと毛布をまた頭からこう引っぺかして、またそっちの方を見ると、やっぱりブラーンブラーンブラーンと同じ声でぶら下がってるんですよ、おじさんが、うんうんうん、うわーなんで消えねえんだよと思って、また毛布引っかぶって、入ってる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 と思って、ガッガッ触れて、でまた今度は20分ぐらいして、もうさすがに消えてるだろうと思って、また毛布をバッて解いて、ふっと見ると、やっぱりいるんですよ、うん。おじさんがブラーン、ブラーンってぶら下がって揺れて、同じような感じで揺れてて、左右に。ただ、今度は、その人ずっとうつむいて首吊りしたいみたいにして揺れてたのが、こっちをじっと睨んでるんですよ。おやべ。首だけはこっちをじっと風呂場の方向いて、ブラーン、ブラーン、ブラーンって言って、うわーっと思って、またもう引っ張って、あらやばいよ、早く、早く来て、早く来て、早く来てって思って、また10分がして、バッと見ると、やっぱりおじさん、ブラーン、ブラーンってこっちを涙が揺れてるんですね。うん、
でもそんなことをもう10分きぐらいに毛布引っぺがしながら、もうかぶりながら引っぺがしながらっていうのを繰り返して、うんうん、12時から朝の6時ぐらいまでに繰り返したんです、うん、で朝6時になってようやく朝日がね差してくる頃になって、ふっと毛布を取って見てみたら何もなかったかのように消えていたっていう小さいおじさんですよ。来ますね。これは今ちょっと波来てますよ。来てるでしょ。来てます来てます。僕あの板子さんにずーっと言ってましたよね。小さいおじさんが流行るから。そうそう。絶対板子さんこれ小さいおじさんの話がすればもうモテモテやと、うん、言ってましたね。女の子はみんな小さいおじさん大好き。そうそう。小さいおじさんのグッズ今から作っとけば大金持ちになれると。そうそ う, そう。言ってましたねずっと。はい。でも4年これ努力した結果がやっと実を結ぶわけですね。そうです。本当に、だから、オス、空手バカ1台でも、結構僕が小さいおじさんの話してるって、ちょくちょく話に出てますよ。うん、でも、何回も出した一応ね、振って、なんていうの、はい、お互い、吉田会長とキャッチボールしたかったから、振ればきっとそうなんだってみんな思ってくるわけじゃないですか。はい。だ僕も板子さんに会うたびに、今年は小さいおじさん来ます。小さいおじさんさえ押さえとけば、もうオカルト業界安泰ですよ。ね。とりあえずね、抑えとけばね。まあ、そう言いつつも、もう2、3年、何にも来なかったわけですよ。来なかったですけどね。まあ、薄くは来てますけどね。来てました。それどうなんですか、新しく、また、その、千鳥さんなんか話ありました、会長の中で。それやがな。あ、それやね。それやね。あれ、兄さん。いい感じで、振ったでしょ、いい感じで振ったでしょ。こっちから、もう、今年こそ来ますよ。来ますね。もうね。会長、来ますね。もう証拠を抑えましたから、僕は。マジで？小さいおじさんの。ついについに。4年かけて。くるくると言い続けてきて。ついに証拠を抑えた。そう。どうなんですか、その証拠っていうのは。小さなおじさん、まあ、っていうのはまあ、言っても、一応、薄いブームはずっとここ何年か来たわけじゃないですか。うん、来てましたね。うん。うん、だからまあ、そんなにみんなから無視された話題でもないんですけども、で、2010年、まあ、何ヶ月か前か忘れましたけど、やりすぎ工事で、また話題になったんですよ。はい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 。小さなおじさんの話が。はい。で、的場工事。はい。で、結構まあ、オカルト好きな芸能人で有名な感じじゃないですか。ゴム人間とかね。うん、ゴム人間もそうですね。で、まあ、その、的場工事の話で、小さなおじさんが出る神社があると。おお。あそこ行けばよく見るっていう話をやりすぎ工事でやったんですよ、この前。あそこ結構すごい情報ですね。で、それに、関明夫いるじゃないですか、はい、セキルパール。はいはいはい。が、食いついて、ああ、それってあそこですよねって、まあその神社の名前出したんですよ。うん。それは確かに放送ではピーってなんですよ。それはピーですよねって。いいか、それはね、まあね、みんな小さいおじさん捕まえようと網持っていったら困りますしね、みんな。そう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 。ね、うん。まあ小さいおじさんにもね、やっぱ人生があるだろうし、生活があるだろうし。そうそうそう。恋人もいるだろうし。だけど、まさに、関の話では、うん、あそこの神社行くと、みんな小さなおじさん連れて帰ることはできるんですよね。え？うん。そんな神社があるって言うんですよ。で、的場工事びっくりして、その話聞いて、うん、えって。なんでびっくりしたかというと、それ、的場工事がずーっとよく行っている神社なんですよ。うん。まあ、近所に住んでることもあるし、うん、的場工事が結婚式挙げたのもその神社なんですよ。あれは小さなおじさんの前で結婚式やってる。いや、だからその頃は小さなおじさん意識してなかったんですよ、ね。あ、してなかったよ、あんまりね。まあ、それっていうのは安産祈願もそうですし、縁結びでも有名な神社なんですよ。うん、東京ですか、それ。東京です。多分、また工事結婚で検索すら一発で出てくるだろうけど。ああ、だからまあ言っちゃいますけど、はんふよ、はんふよ、はんふよ。ですよ。あ、はんよ、はんよ、はんよ。言っちゃいますよ。大宮八幡宮ですよ。まあ、ぶっちゃけ言うと。ぶっちゃけ言うと。言うと。うん。はい。まあ、どこにあるんですか、どこに。永福ですね。あ、永福寺。西永福っていう、まあ、京王線の駅から歩いて5分ぐらいのところにあるんですけど、はいはい、おいおい、明日もう人だらけになりますよ、これで。うん、有名な神社ですよ。うんうん、では、もうバレてます。あ、バレてるんですか、もう。やりすぎ工事で話したあの神社は、大宮八幡宮だってことは、うんうん。うん。頑張りしてますから、大丈夫です。もう、バレてるんですね、もう。で、そこはやっぱり、松葉工事とか、芸能人がよく行くところなんですよ。
あ、そうなんだ。あのね、それこそ今はまあ野球賭博で問題になってる相撲界の高花田、若花田、じゃあまあ高野花、若野花、花だけがよく言っているのが、その大宮八幡宮なんですね。おぉ、小さなお兄さんの関係があるんや。かもしれないですね。あいつらは全員大きいですけどね。ね。実はあの中に入ってるかもしれんねや。はい、まあ。とにかくね、芸能人がよく行くらしいんですよ、大宮八幡宮って。ね、割かし、まあ、都内でも有数の神社ですし、うん、まあ、パワースポットとしても有名ですし、うん、で、何かあるかっていうと、やっぱり小さなおじさんですごく有名だっていう。うん、すごいな、それ。うん、ここはね、いいとこですよ。行ってたんですか、会長。行ってないです。行ってないですか、まだ。ブログとか読む限りだね、いろんな人の。ああ、そういう情報ではね。あのね、善福寺川とかが近くて、まあ、杉並区を代表する川ですよね、善、うん、福寺川、ね、うんうん。はい。まあ、まあ、結構昔から水の有名なところ、水のパワースポットみたいなところで有名なところらしいんですよ。うんうんうん。一応、千年ぐらいの歴史のある神社らしくて。もう結構古いんだ。はい。だからやっぱり小さなおじさんっていうのも、ちょっとまあ宗教学的に見るとそれこそアニミズム的な水の精霊的な信仰があってそういう小さなおじさんみたいな妖精みたいなねのがいるっていうまあ地元の人の信仰があるのかなっていう思わせるようなのがあるんですか。うん、だから割といい神社ってありますよ、大宮八幡宮で。小さなおじさんがそれこそ関明夫の弁では参拝すれば連れて帰ることができると。うん。ぐらいの、本当に小さなおじさんのメッカ。小さなおじさんがもう氾濫してるんや。はい、僕は見えないだけで、実を言うと小さなおじさんが85万人ぐらいそこにぎっしり入ってるかもしれんや。だから行って参拝して、まぁ、あ、ちょっとね、うん、まぁ、あ、まあ、そこそこ可愛い女の子が行けば、うん、あいついいな、みたいな感じで肩に乗せて連れて帰ることができると。じゃあもしかしていろんな芸能人で、まあね、はい、女性の方でいろいろ小さなおじさんの説を話せる方いるじゃないですか、はいはい、そこの神社から連れてきて行ってるのかもしれないんだ。その可能性高いですね、芸能人御用達の神社ですから。おお、なんか謎が解けてきたよね、ちょっと。でしょ、うん、で、まあ、ここまでは、うん、まあ、言ってみれば、状況証拠ですよ、うん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 、ただ僕は直接の証拠を掴んでるんですよ。え、何それ。大宮八幡宮に小さなおじさんがいるっていう。え、それちょっと大丈夫、喋って。命大丈夫。あー、まあだから本当にここだけの話ですよ。うん、ここだけの話でね、まあ。これを聞いてる人は幸いです。幸い。よかったね。本当、ラッキーだったね、今日聞いてくれてる方。うん、大宮八幡宮はね、小さなおじさんスポット言われてますけど、うん、状況証拠に過ぎない。ただ僕は、うん、的証拠を掴んでます。それぜひと話してください。それ、話しちゃうんですか。とりあえずあのあれまでウニャウニャっていいですから。ウニャウニャどころかもう言いますよ。うん、ズバリ。ここまで来たら、あ、ここまで来たら、もう蹴散らずに、ズバッと。みんなも聞きたいですよね。もう聞きたくてしょうがないと思いますね。じゃあ行っちゃいます。いや、僕の知り合いの人がですね、はい、大宮八幡宮、まあ地元では有名な神社なんで、はい、初詣に行ったんですよ。はいはい、うん、そしたらまあ参拝してますよね。まあ参拝客にぎわってますよ、うんうんうん、まあ、結構大きな神社ですから、うん、ふっと見たら、あれ、小さなおじさんがいるんですよ、うん、その初詣客に混じって、うん、と思って、なんなんだと思ってみたら、小さなおじさんがちゃんとお参りしてるんですよ、初詣で。小さなおじさんに混じって、おじさん混じって、うん、どころかおみくじも引いてるんですよ、小さなおじさんが。まあ、100円だか200円だか払って、払って、うわ、なんだあの人と思って、見て、注目してたら、あれと思ったんですよ、うん、あれ、なんかあの人見たことある。うんうん、と思って、じーっと見たら、ああって、思い出したんですよ。うん。その小さなおじさん、あの、ハイパーメディアクリエイターの高城剛だったんですよ。えぇ、ー、えぇ、ー、よくわからん、それ。えぇ、ー、どういうことそれ。だってあいつ超身長ちっちゃいじゃないですか。ちっちゃい、ちっちゃい。うん。
そのハイパーメディアクリエイターの高城剛が、うん、普段は海外にいるはずなのに、海外の、まあ、日食とか追いかけてるはずなのに、たまたまね、いたんですよ、日本に。いたんだ。で、初詣で、大宮八幡宮、うん、まあ、小さなおじさんで有名な、うん、大宮八幡宮に来たんですよ、うん。小さなおじさんで有名な神社に小さなおじさんが実際来たんですよ。うん、で、おみくじ引いてるんですよ。うん、で、それが、しかも、帰ってちょっとしてから調べてみたら、うん、あいつのブログにアップされてるんですよ。お、皆さん、ちょっとね、検索してみてください。うん、今年の2010年、1月4日の高城剛のブログ、うん。で、その大宮八幡宮に行った様子がアップされてるんですよ。うん、今これちょっと板子さんにスカイプで送ったんですけど。あれ？ああ、ほんまや。でしょ？うん。これね、すごいことなんですよ。実は。本当にね、小さなおじさんはいたんですよ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか騙されてるような気がする、俺、なんか。いや、高城剛ですよ。いや、なんか、うん、それすごいなと思うけど、なんか、なんか引っかかるわ。うん、よくわからんけど。すごいのが、うん、この、高城剛の引いたおみくじ。うん。これで、ブログにアップされてるんですよ。2010年1月4日の、高城剛のブログに。うん。うん、これ、大吉。ほんとだ。大吉だ。にもかかわらず。実はの、まあ、言うてやんなよ、それは。にもかかわらず。まあ、まあ、その後何が起こったかっていうのは皆さんが知ってる。でも、考え方によったら、はい、よかったかもしれないですね。かもしれないですね。うん、まあね、いろんな取り方あるんでね。で、まあ、おみくじの内容ですよ。うん、恋愛、ひたむきな心持ちが大切です。家庭、ファミリーですね。家庭、うん、お互いに思いやりを尽くし合えば良い方向へ向かうでしょう。これで今となってはね、まあこの頃ですよ。2010年の1月にはまだ知る由もなかったですけど。うん、守らなかったよね、これをね。せっかく大吉で神様がそうすれば小さなおじさんの、はい、まあ、ね、はい、彼のね、はい、いわゆる先輩が、小さなおじさんの、先輩の小さなおじさんたちが、はいはい、せっかくこれ、ね、彼に、同じ小さなおじさんとしてメッセージを送ったのに、はい、彼は真剣に受け取らなかったよね。まあでも僕はね、ちょっとね、ひたむきな心持ちとか、うん、献身的な行動はしてるかなって気はするんですね。ひたむきさは確かあったかもしれない。あのしつこさね、うん、エリカちゃんに対してね。ね、しつこかった、しつこかった、うん、でもさ、後の祭りやからね、それも、まあ、そうなる前にね、あ、重ねなかった。僕はね、この大吉のおみくじを見るたびに悲しい気持ちになるんですよ、うん。そうやね。これいい話やね。でしょ？全然わかるとちゃうやんけ。ここまで引っ張ってこれか。まあ、でも確かにちょっといい話ではあるよね。いい話でしょ？考えさせられた。小さなおじさんで有名な神社に、うん、あの、しかもこの後ですからね。有名になったのは。この神社が有名になったのは。やりすぎ工事へ。でもこれ、その、まあ、そのね、あの、リアル小さなおじさんと、はい、あとは神の使いの小さなおじさんと、そうそうそう、まあ、2人の小さなおじさんが、まあ、今回戦ってたっていうことは分かってんけど、 その神系小さなおじさんっていうのは、まあ、ここで本当にいるって言われてるの、こんなとこに。あ、それはもう今定説になってますね。大宮八幡宮には小さなおじさんが出るっていう。何それ。でも神様の使いなのかな。でしょうね。まあとりあえずやりすぎ工事で火がついた話なんですけどね。そのやりすぎ工事はそのネタどっから持ってきたか聞きたいよね。まあ、高城剛からかもしれないですけど。そう、僕もね、なんとなく今そう思って。彼が、この大吉やったのに、にもかかわらず、うん、はい、まあ、大凶なことになってしまうわけじゃないですか。そうですね。で、それ恨みを持って、この神社にちょっと恨みを持ってて、まあ、そういうなんか噂流したんちゃうかな、っていう。でもそれちょっと自虐的ですよね。自分が小さなおじさんのくせに、うん、小さなおじさんが出るんだよっていう。あ、そうか。ああ、そこが俺面白いなと思って。なるほどね。だもしかしたら僕の友達みたいに、うん、高城剛がお参りに来てたのを見た人が、うん、あの神社には小さなおじさんが出るんだよっていう、そっから話が始まったのかもしれないですね。もしかしたらね。もしかしたら都市伝説の始まり、ね、始まりとしたらね。メダカさんもね、吉本新喜劇のメダカさんも来てるかもしれないですね。来てるかもしれないですね。みんな知らないだけで、小さなおじさんたちみんな来てるかもしれないですね。だって芸能人が行く神社ですからね。ね、ああ、
まあ逆に言うと、でも高城剛はやっぱりみんなちょっとバカにしてますけど、僕はやっぱり、ね、パワースポット的なものを探るアンテナは高いと思ってますよ。言われてみるの、あの人、そんな場所ばかり行ってるな、考えてみると。そうそうそう。だってまだ全然有名になる前に行ってますから、ね。そうだよね。うん、あ、じゃああれか、これからは、彼を追えば、これからは、はい、あの有名になるパワースポットを見つけることができるかもしれないよ。そうですね。まあ、ただ彼のように幸せになれるかどうかわかんないですけど、ね。わかんないけどね。大吉出たのかかわらず、実は大凶やったみたいなね。ねえ。で、もうこれが腹が立って、この神社の恨みを持って、嘘の噂を流してる可能性もあるからね。そうなんですよ。まあまあ、まあ、僕、ね、実はね、高城剛結構好きなんですよ。僕もね、世代的にそうなんですよ。だって、そうですよ、僕らの世代であの人だとね、ちょっとね、うん、かっこよかったわけですよね、あの走りのパソコンとかコンピューターとか CG とかそういうものを混ぜ合わせて、よくわからん縦の、ね、言葉の、ね、プロデューサーみたいな、なんとかなんとかプロデューサーみたいなんで、金を儲けた、ね、みんなあれを目指して、俺も小金儲けたいな、女に持ってたいなと思ったわけですから。まあね、ハイパーメディアクリエイターとして、それこそね、その頃一世を風靡していた沢尻エリカとね、そう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 、ね、で考えてみれば、あの頃可愛かったですからね、沢尻エリカ。もっと言えばさ、あんなさ、はい、あまり痛くないんですけど、まあ、はい、いろんな見た感じにあのハンディ持ってるわけじゃないですか。ね、小さなおじさん的なハンディ、ね、とかひげ、はい、ひげそれはもっとかっこいいのになんか切ったね、なんかね、変な帽子かぶってみたり、変な格好してみたり、にもかかわらず、はいね、女にモテて金も儲けるっていうことは、まあ、いろんな、ね、若者たちに僕は力を与えたと思うんですよ。まあそうですよね。うん、まあ、でやっぱり、あの僕たちオカルト業界の人間からしてみたら、うん、彼みたいにちょっと、まあ、いわゆる言ってみれば、オカルトの範囲でナンパしてるわけじゃん。うん、そうですね。サージエリカ、日食にしろパワースポットにしろ、まあ、ね、広い意味ではオカルトじゃないですか。オカルトの、まあ、ある意味僕らの、まあ、あの集合体があれば、まあ、グループ、はい、僕らのグループに入るんでしょうね。まあ、あるがあれば、ね。だから僕とイタコさんがずっと言ってるパワースポットとかで、はい、そうそう、をデートで回って女にモテようっていうのを一番初めに実践して、しかも結果を出した人なんですよ。あ、先輩やねや。まあ、一応の結果ですけどね。言われてもその後ひどくなったけど、言われてもあればね、僕らも今本ですごいパワースポット有名なって、その前に一応ね、うん、あのね、あの会長のラジオでね、これ来るぞって言ったら当たりましたもんね。はい、けど清正義なんか僕たち、そうそう、結構前から言ってますから。そうそうね、有名になる前から、うん、で、あの水をね、今にさんに飲ませて実験しようって言ってたから、ね。そうそうそう。清正のような水を、こそ今にさんに1ヶ月飲ませてみて、はい、本当に今にさんがパワーをつけて大きくなるかどうかっていう実験しようっていう。まあ、それとも、もうゲリピーで、どんどん痩せていくかって実験してみようって。そうそうそう。で、秘密で飲まさないと、ね、はい、言って飲ますと人間とは、なんていうの、プラモシー効果ですか、プラシーボ効果、ね。あ、そうそう。あれで、ね、はい、ね、よくなってしまうかもしれないけど、黙って飲ませばわからないわけですからね。うんうん、で、ね、実験したかったですね、今となれば。そうですね、ちょっと有名になりすぎちゃいましたね。今、水取りに行けないですもん。5時間待ちですよ。ひどいね。で、僕らがね、放送した時にね、すぐ行っとけばね、よかったな。そうですよ。うん、まあ、ただ、そんな僕たちよりも前に、高城剛はパワースポット的なものをどんどん注目している人でしたから、うん、だね、僕正直あの人はね、うん、そういうところが好きなんですよ。ああ、そういうところね。素直に尊敬してますよ、うん、オカルト業界の人間として。ああ、俺そういう見方に、まあ、私なんかちょっとね、なんかあれやわ、節穴に目が開いたちゃうか。いやいやいや、逆ですよ、逆にね、ちょっとなんかこう、はい、おっと今ちょっと会長ちょっとすごいなと思った。うん、だから最近の彼は大好きですからね。ああ、もちろん沢尻エリカに振られたから大好きな会長、もしかして。そうそうそう、手を出した時点では大嫌いだ、大嫌いだ。最近の彼のもう悲惨っぷりって多分ないじゃないですか。いいですね。いや、なんか僕なんかあんたの男のなんていうの、この戻ってきれ、戻ってきてくれってみたいな、このね、そうそうそう、あの感じいいですね。もうすべて捨てたみたいな、ああ、かっこよさをね、本当のこれで本当のなんて彼が世間に出たかなっていうね、今まで我慢してたものが。何なんでしたね。何でしょう。何でしょうね。空気変えすぎましたね。変えすぎましたね。はい、全然違う空気になりましたね、これ。でもいい感じになりましたね、これでちょっとね。そうですね。まあ、ちょっとポップでキッチな感じでなりましたね。キッチになりましたね。やっぱりこういう話も入れとかないと、ただの、あのオカルトマニアと思われちゃいますからね。実は僕も会長も、ちょっと知的な話もできるっていうところね。知的なのかな。いやいや、
本当にトースポ的な話ですけどね、僕のこの今の話。いや、でもちょっと驚いたね。大吉はちょっといいね。これ、ね、でもこれいい、結構いい話でしょ。だって、これじゃあ、明日から使えるネタですよね。そう、小さなおじさんが、有名な神社に、本当に小さなおじさんが来てたっていう。あげるじゃん、大吉引いてたと。そうそう。あー、かわいそうっていう。最低ですね。だから会長に言いました、小さなおじさんって、ほら、あの、はい、会長のところ、ミクシーのところに、アップされてた小さなおじさんのまな板にして足跡、それやかな、それね、それです、それそれ、あれ変わった話ですね。今僕のその、うん、ミキシーでやってるトウモロコシの会コミュニティに、うん、まあアップしてくれた人がいたんですよね、うんうんうん、まあ、僕の試合の女の人なんですけど、あ、知ってる人ですか、この人、あ、この人知ってる人です、うん、がその女の人の友達の家に小人が出たと、うん、出るとね、で写メを送ってもらいました。なんか子供が見てたんでしょ、子供よく見てたんじゃなかったっけ、話の流れとして、ね、子供が出るでお母さんは信用してなかったんだけど、うん、では出たよって言ったら、うん、ね、足跡がついてたっていうね。だった、いや違ったっけ、うん、それは違う話だ、違う話だっけ、はい、で一応そのまな板に小人の足跡がついたまな板にね。でしかもまな、その足跡のついたまな板をいくら洗ってもいくら削ぎ落としても消えないと、ね、出てくるんですよね。そうらしいんですよ、うん、ああ、この画像ってどうしましょうか、あ、今、うん、あ、掲示板にもちゃんと貼れれば、あ、そうですか、ええ、とりあえずじゃあいたこさんに送りましょうか、ええ、いや、僕、いや、そのまま直接貼ってもらった方がいいね、掲示板に。実は僕複雑なことになってて、仕組みになって、ああ、そうなんだ、2台でやってるんで、ごめんなさい、貼り方わかんないですよどんだけハイパーじゃない全然僕ハイパーメディアクリエイターじゃないんで。あ、そうか、この画像だよね、はい、これどうすればいいのこれ、これ今いたこさんに送ってますけどね、これもらったけど、ちょっと待って、どういい、これ貼ってもらっていいですよ、うん、全然、いや、ちょっと、いや、どう貼ればいいだろう、まあ、ただすげえちっちゃい画像なんで、うん、うん、ちょっと待ってね、これ貼れるかな、これ、まあ、ちょっとなんかの話してつなげといてください。そうですね。まあ、とりあえず、伊藤さん、ハイパーメディアクリエイトしてください。はい、ちょっとハイパーメディアクリエイト大吉やりますわ。はい、はい。はい。じゃあちょっと、大丈夫、その中で。まあまあ、そのなんか、家になんか小人が出て、まな板に足跡をつけたっていう、まあちょっとメルヘンといえばメルヘンの話なんですけどね。うん。あれでもこれ、どこにアップすりゃいいね。全然わからんわ。あ、そうですか。どうすりゃいいのかな。ああ。どうすりゃいいのよ。みんな見せたいですね。これいいですよね。これいい写真ですよね。うんうんうん、この写真はちょっとマニアの方には見せてもらいたいですね。はいはい。待って、どうやってアップすればいいのかな。俺の、サイト、待って、ブログにアップしますわ。うん。はい。それが一番早いんです、それ。あ、なるほど。ブログにね、はい、それだけね、ちょっとアップしますので、ちょっと話をつなげておいてください。はい。はい。まあまあ、小さなおじさんっていうのは、まあ、来ますよ、今年は。まあ、小さなおじさんについての情報を持っとけば、まあ合コンでもモテモテ間違いないですよね。そうですね。もう来ると思いますね。ええ、さっきみたいなね、話をこう、オチも作っとけば、ちょっと、完璧に。あの話は正直、モテる話ではないですけど。あれだって、高城剛、かわいそうすぎますもん。まあね。ええ、小さいおじさん、小さいおじさん足跡、はい、うん、足跡っていうタイトルで今ブログにアップしますね、はい、はい、お願いします。いや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 、まあ他にでもなんか小さいおじさんの話ってなんか会長前にしてませんでしたっけ、まあ、たくさんあるんですけど、うん、なんかやっぱりなんかちょっとなんかガツッとくる話はないんですよね。ガツッとくるのはないんだ。小さいおじさんが500人ぐらいで人食ってたとか、うんぐちゃぐちゃって、まあ、すらないですね。ならない。残念やな。まあ、そろそろじゃあ、話を。それ言ったら、だってあれ、さっき言った、ホンホホインに泊まった、100センチのサラリーマンが首つってる話も、あれ、僕は、小さなおじさん話の一環ですか、ね、ああ、一つに。今ですね、うん、皆さん、ブログの方にアップしましたんで、僕のブログを見てもらえれば、はいはい、その写真、確かにこれ足跡ついてますもんね。これついてますね。うん、はい。こう面白いですね。うん。あのブログにあの、
アップしました、皆さん。もしよろしければ見てください。これ、まな板になぜか足跡がついて、いくら洗っても、いくらまな板をこう、まあ、研ぐっていうんですかね、まあ、その、カンナで削っても、うん、また浮き出てくる。出てくると。あ、さっきブログの俺のホームページの番号か書かなあかんのか。待ってね、さ、ね。あ、それやってください。はい。ですね。この掲示板に。これね、頭のエッジをね、削らないとね、ダメなんですよね。はい。いたこ。まあ、すごい、これち、もう写メかなんかなんで、すごいちっちゃい写真なんでね、ほんと申し訳ないんですけどね。いや、でも結構わかりますよ、これ。ええ。ちょっといたこで今、僕のブログのサイト、うん、URS を上げましたんで、ここでちょっと見ていただければ。はい。あ、確かみんな見てますね、小さな仕事ね。ええ。不思議ですよね。まあ、だからこれはちょっと変則パターンですよね。小さいおじさんの直接の姿を見たっていうよりは、足跡がついてたっていう。これ指の数足らないですね。5本ないですね、これ。あ、そうですね、これ。はいはい。うん。3本、うん3本か4本かっていう感じですね。感じですね。微妙ですね、これ。これね、僕初めて見た時大爆笑したんですね。で、このまな板はどうしたんですか、これ、結局。いや、それもわかんないですね。だからこれ、僕の友達の友達なんで。でこれちょっとね、貴重ですよね。これいい。で、またこれがたまたまついた後っていうわけじゃなくて、いくらこれを洗っても、いくらこれを削っても出てくるっていうのは、ちょっと、うん。怖いというか不思議ですよね。本当ね、ほらよくあるじゃないですか。今ね、買えばね、職人さんが一個一個名前を彫ってくれますみたいなね、はい、感じの商品としても結構売れそうですよね。今このまな板に小人様が足跡をつけてくれますみたいな、あ、一個一個ね。これ欲しいですね。飾りたいですね。ね、洗っても出てくる、ね、出てきますみたいな、ね、消えないんだもん。はい、ね、これだから吉田会長、ぜひともこれもらってください、この板。そうですね。まあ、連絡がつけば、この人。連絡がつけばね。はい。もしかしたら今頃はそこら中に場所と出てるかもしれないです。まな板以外にも。ああ、なるほど。うん。まあ、ご利益あるのかどうかわかんないですけどね。わかんないですけどね。うん。うん。ああ、書いてますね。扁平速度とかね。あ、そんな感じで発見してますね。と、ちっちゃいおじさんが裸足で生活してるんですね。と、いくら削ってもなくならないというのがすごいな。なるほど。そろそろレス読みしたらいいんじゃないですか。そうですね。ちょっとレス読みしましょうか。うん。じゃあ僕ちょっとトイレ行ってきます。ええ。じゃあちょっと休憩します。もう1時間経ったな、さっきから。あれ、経ってたっけ？まだ経ってはいないと思います。ちょっとおしっこしたい。じゃあしてきてください。ちょっと僕レス読みしておきますわ。はい。はい、すいません、はい、本当に、はい。はい。はい。お願いします。じゃあですね、じゃあレス読みをですね、もうさすがに頭から無理なんで、そうですね。ああ、そうですね。今あれですね。203番さん、消えた20人はバトルを、そうですね。そうなんですよ。これ重なっちゃったんですよね。ほらね、なんか今日やってんなと思って考えたら今日あれですよね。これもう終わったのかな、今日は。階段バトルワイヤルの園長さんと、とめきさんですよね。これね、失敗しましたよ。僕後でちょっとね、聞かせてもらおうと思うんですけど。ね。すごい戦いになるんじゃないかと。とめきさんのですね、体験談結構すごいんですよね。それからですね、あるかな。あ、いや、ごまさん、ファンキーさんのおからじでも、ちいさまさんの話してましたね。そうそう。ファンキーさんもね、ちいさまさんの話してましたね。207番さん、なんかちいさまさんの目撃なんて女性の方に多いですね。そうですよね。そうですね。ああ、びっくりした。これあれですね、会長もなんか独特の説を挙げてましたよね、女性の年齢。思春期の女の子に多いとかね。うんうん、あの方もそうですよね、新耳のちょっと関係してた。松島初音さんです ね。そうそう。はい、あの本結構いいんですよ。はい。ね、なんだっけ、タイトルが何だっけ、小さなおじさんと一緒に暮らした日々でしたっけ。小さなおじさんと私の話みたいな本を出しましたね。ね、木原さんプロデュースで。で、タイトル何やったかな、あれ。小さなおじさん。初音階段。うん。うん、初音階段。初音階段で副題が小さなおじさんと暮らした意味かなんかと。私と小さなおじさんのこと。あ、あれね、結構いいですよ。一歩間違ったら、ちょっとかわいそうな人の話になるんですけど、その辺のギリギリさがね、ちょっと感動しました、あれ。ちょっといいなと思って。なんか映画化したいな、みたいなね。はいはいはい、うん、彼女の話は面白いんですよね。ビデオ
デッキの中に入るところなんて。そう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 、ね、うん、あれいいですよね。いいですね。あのまた服装が、あ、なんか不思議なのが、小さなおじさんってなんでジャージとか着てるんでしょうね。ジャージ着てる場合が多いですよ ね、 ですね。だから僕ら知らないだけで、小さなおじさんの中であのジャージっていうのがなんかね、小さなおじさんのそう有名なブランドかもしれないですね。あ、なるほどね。あれを 着なきゃいけないみたいな。あ、まあちょっとヒップホップ系みたいな感じで。もしかしたら作業着、あれを着て人前で出なきゃいけないっていうね。よくわからんけど。なんかそう、今どこ読んでるんですか。いや、全然もうほとんど進んでなかったんですけど、まあなんか、はい、本当皆さん本当ありがとうございます。こんなにね、レッスンいただいてるんですね。多分これ全部読むと終わっちゃうみたいな教育になっちゃう。そうそう。なんかあの、会長が気になった、もしあれば、ちょっと、なんか読んでいただいて。251番さん、お漏らし会長。252番さん、漏らすのよ、会長。結局、それか、会長読むの。漏らす、漏らす、おしっこするのはしょうがないでしょ、だって。人間なんだから。もう、これ、もう、おもらしで始まる、おもらしで終わるみたいな。そうですね。ありがとうございます。本当に最高の褒め言葉です。250番さんのこれいいですね。ユージ・ウンチさんのね、巨大なまな板というトリック。ああ、なるほど。これ実は普通の人の足跡ね。後で、そこは考えてなかったな。うん、ああ、あの、ちょっと、物の比較とかで出るセブンスターとか、うん、マイルドセブンの、箱とかあるじゃないですか。ああ、なるほど。うん、なぜかね、セブンスターみたいな、ね。そうそう。で、あの、マイルズセブンの箱自体がめちゃめちゃ大きかったっていうオチっていう。ちょっとトリックアート美術館みたいな感じ。俺ね、それ気がつかんと、俺結構、さすもね、最近僕ね、はい、もう人を信じるタイプだから、そんなこと思いつかなかったですね。はい、ああ。でも、あるかもしれないですね。巨大なまな板というトリック。これ普通の足跡ね、実はね。でもなんかその後ろのシンクとかも、じゃあ巨大なシンクだっていうことなんですかね。ああ、そうかもしれないですね。あ、違う、これ巨人の惑星の写真かもしれないです。ああ、なるほどね。ますますわけわからん。何言ってるか。あの、会長の時いましたっけ、百物語やった時に、はい、あの、小人が来てたま、来てしょうがないんで、はい、あの、こうやってやったらどうですかって言って小人が消えた話。うん、あの話ね、いい話ですよ、ね。ああ、いい話ですよね、あれ。あの話しましょうか。あの話しましょうか、話ね、はい。僕もちょっとうろ覚えなんで、ちゃんと話せるかどうかわかんないですけど。実は僕全くうろ覚えなんで、もっとわからないですけど。あ、そうですか。まあ、僕とイタコさんの共通の知り合いの人がいまして、その人がアルバイトで占い師やってた頃の話なんですね。あ、そうですね。そうそう。アルバイトで占い師で行くこと自体で大爆笑しようなんですけど、そうです。絵の旅でのアルバイトで。そうそう。で、まあ、とりあえずそんなにまあ、真面目にやってるわけでもないんですが、けど、っていう前提の話 で、 そうそう、で自分も自信がなかったんですね、その人はあんまりね。そうで、ある日、小人が夜中に襲ってきてしょうがないって困ってるんですよっておばさんが来たんですよ。来たんですね、おばさんがね。ええー、と思って、俺は占い師だって霊媒師ちゃうんやと。そう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 。で、なんかそのまあ、なんか知らないけど、そのあれ、そういえば的場浩司も同じ話したんだっけな。うんうんうん。なんか、やっぱり、小人を見る人特有の話で、自分が寝てる間に、なんか小人が出てきて、自分の髪の毛とか、うんうん、紐とかを縛ってくるっていう話が多いんですよ。ね。それ多いんですよね、結構。うん、そうそう、そうなんですね。おばさんも確か縛られるって言ってたんですね、髪の毛。ごめんなさい、的場浩司さん。あ、いや、その、商談に来たおばちゃん。あ、そうです。おばさんもそうだし、うん、あと、ね、的場浩司もそうだったっけな。確かに、もう芸能人でいたんですよ。いましたね。うん。三つ編みみたいにされたっていうのがね。そう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 。なんかね、うん。ガリバー旅行機かよ、みたいな。そうそう、みたいなね。突っ込みたくなるような。うん。だそのおばさんも、なんか、小人は夜な夜な出てきて、自分になんか縛ってきたりとか、まあ、いやらしい話じゃなくてね。うん、いやらしい話じゃなくてね。なんか、まあ、乱暴老石が働くから困るみたいなことを、うん、その人が言われたらしいんですよね。で、まあ、うん、いや、どうしようかなと思って、うん。それもあるでしょ、その5人組みたいなんですね、なんか。そうそう、何人組 ?5 人組。なぜか。そうそう。うん、そのなぜか5人で出てきて、まあ、1人が頭、1人が手、そうそうそう、右手、左手、うん、左手、いや、足、右足みたいな感じで。ちっちゃいくせにね。そうそう、やってくるっていうんで。まあでも一応占い師としてやってるわけだから、何かのアドバイスはしなきゃいけないわけじゃないですか。うん。まあ本心ではこの人ちょっとやばいな、どうしようかなと思ってるんですけど、うん、
まあ、あんたやばいから帰ってとは言えないわけじゃないですか。まあ、そうですね、仕事からね、やっぱりね。あ、どうしようかな、どうやって追い返そうかなと思って、ふっと、足元を見ると、なんか、お中元かなんかで送られてきた、ネスカフェの、そうだそうだ、インスタントコーヒーの、そうそうそう、空き瓶があったんですよ。そうだそうだ。コロンって転がってて、あーっと思って、その空き瓶を拾って、あるんですね。で、そのおばさんに言ったんですよね。うん、そうそう、あの、これから、一日に一人ずつ、その、小人を、この空き瓶に入れてくださいと。で、5人全員入れ終わったら、また来てくださいって。そうすれば、あなたは救われます、みたいなことを言って、なんか、完全に無理やりですよ。もう思いつきで行って、そのネスカフェの空き瓶を渡して、あ、なんとか返せたって安心して、さあ1週間後にまたそのおばさん来たんですよね。来て来て、そうそう。うわーと思って、やっべ、怒られるって。まあ、適当なこと言ったわけだから、あんた何適当なこと言ってんのつって、クレームつけられると思ってたら、ありがとうございますって言われて、えと思って。何かっつったら、そのおばさんの話によると、言われた通りに、そのネスカフェの空き瓶に、1日1体ずつ小人を入れてたんですよ。捕まえてね。捕まえて。わらーってね。で、むぎゅってなんかまあ、ちょっとこの字型みたいな感じになるわけですよ。ネスカフェの空き瓶もそんなに大きいわけじゃないから、まあ、この字型に、その、小人を入れて、その次の日、二日目は、ちょっとまあ、T 字型みたいな感じで入れていったりとか、なんか、無理やり押し込んでいったらしいんですよね。ね。その空き瓶に。一体ずつ捕まえてね、こめろと。うん。1、2、3、4って押し込んで、まあ、5日目はギリギリ、その小人一体分の隙間が、なんかもう、押し込みようによっては押し込めるかなぐらいの感じで開いたらしいんですよね。そのネスカフェの瓶に。瓶ね。で、4人はみっちり入ってるんですよ。で、5日目の夜、なんとか捕まえて、その小人をギュッて押し込んだら、ちょうどネスカフェの瓶の容積いっぱいになったんですよね。うん。小人が5人。もう、むちゃくちゃな入り方で。ぎゅうぎゅうに入ってね。ぎゅうぎゅうに入ったら、したら、ぴょん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 って消えたらしいんですよね。その小人が。まあ、つまり、皆さん、テトリスってやったことあると思うんですけど、あの要領ですよ。そうか、思いつかなかった。そう。テトリスと一緒で、一緒で、その、ネスカフェの瓶に、いろんな体勢で、その小人を、ぐーって押し込んで、完全にいっぱいになった瞬間に、ピョン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 ピコンって消えたらしいんですよね。テトリスだと。そう。消えたって。で、感動のあまり、その、僕たちの知り合いの、エセ占い師のところに、その空っぽのネスカフェの瓶を持ってきて、消えたんです！ 5 人押し込めた瞬間に全部消えたんですって。でもちょっと蓋はしてあったんですね。ちょっと封印してあったね。そうそうそう。で、話を聞くと、まあ、それが5日目で、それから2、3日経っても、毎日悩まされた小人は出てこなかったと。ね。そうなんですよ。なんとか退治できた。できたんですよ。まあ、そういうちょっといい話ですね。いい話よね。はい。うん。こういったあれですよね。これが、皆さんに伝えたいのは、小人が出たらネスカフェの瓶に入れろと。はい。そうです。で、5体集まれば消えると。そうそう。いい話ですよね、これ。だから、ちょっとね、細長く一本空いてたら、その、直線でね、ピコって入れたりとかね。まあ、ちょっと、T 字型に入れたら T 字型に、こう、ピコって入れたりとか。あれですね、一体式が、いたずら小人が一体しかいないやつは、とにかく友人を見つけて、いたずらしてる。そうですね。一体入れて、その人次貸して、はい、その次の人がまた一体入れて、して、5人目の時に、すべての小人が消えると。ピコピコピコピヨーンって消えるんですよ。すごいなそれ。しかもめちゃめちゃ感謝されたらしいですからね。ね、そうした思い出した思い出した。超適当に言ったらしいです。言ったんやけどね。そうそう。だから結構ね、小人ってそういうなんかいい話あるよね。結構面白いよね。なんか単純に怖いっていうよりは、うん、なんかこう心がほっこりするような話が多いんですよね。うん。なんかそれもなんかね、ちょっとその4人が暴れてる姿を想像したら笑えるもんな。こうギョギョになって。答え入れたら、ぴょって消える。ああそう。やっぱり今聞いてもおもろいわ。悪い話ですよね。いい話ですよね。
で、しかも適当に言ったのにすげえ感謝された、ね。感謝されたっていうね。うん。ねえ。そうそう。あれ、なんか僕、あれも聞きましたよ。これ結構ね、同じ恋人話でね。あ、はいはい。これ結構有名な女優さんで、もうその方は辞めちゃったんですけど、はい、リングとかにちょっと出てた人でね。はい。で、その人が、まずこれがね、UFO から話が始まるんですよ。はい、これ自転車でこう走ってたら、はい、なんか、多摩川かなんかの河原のところに、まあなんか仕事の帰りに、まあ、そこを通って家に帰るらしいんです。マンションに住んでるんですけどね。うん、で、こう自転車でガーッと走ってたら、右側になんか視線を感じるんですって。うん、えって見たら何もいないんですよ。夜ですよ、夜。真っ暗なんですよ、多摩川だから。また確かに自転車こいでるから、まあ前はね、電気こうね、自転車電気ついて前は見えてるけど、横はまあ真っ暗なわけですね。向こう走ってたら、やっぱり右側に視線を感じるんですよ。よっと見ると、自転車走りながらね、何もないんですよ。で、これはきっと、振り向くって分かってる瞬間に消えてるんだなと思って、次は一瞬振り向いて戻ってフェイントをかけたのと向いてあったんですって。そしたら、ちょうど自分の真横に、ちいちゃんちいちゃん円盤が飛んでたんですね。アダムスキー型の円盤が。で、あっと思ったらアダムスキー型の円盤もビビったんでしょうね。しまったって感じで一瞬止まって、ブルブルっと震えてピュッと消えたんですって。うん、しまったって感じで、わーっと思ったって、その人ね。あーっと、なるほどな、やっぱ UFO やったんやと。で、家に帰って、寝てたんですって。うん、そしたら、その方は、マンションの3階かなんかに住んでて、で、ベッドがあって、足元にテレビ置いてあるんですよ。24型ぐらいのね。で、その後ろがすぐ窓になってるそうなんですよね。うん、で、こう寝てて、うつらうつらしてきたら、なんか妙な視線を感じるんですって。えっと思って目開けてみたけど、よくわからないです。いや、見合わせても、なんか、別に何も変わってない。でもなんか妙な視線をね、感じるんですよ。それ一体じゃないですよね。何人もの妙な視線なんですよ。はい、あれおかしいなぁと思って。で、このまま ね、こう、つらつらしてたら、やっぱり視線感じるんですよ。でもね、多分目を開けたら、その視線の主は逃げるんやなと思って、ちょっと、まあ、寝たふりしたろうと思って。で、こう、寝てるふりしてたんですよ。ほんなら、その視線がずっと感じてたんですけど、今度声が聞こえてくるんですよ。うん。えっさ、ほっさい、えっさ。ホッサとかいう声が5人ぐらいの、すごくちいちゃな声でエッサホッサエッサホッサエッサって言ってるんですって。何やろうと思って、でも急に目開けたらまだ逃げるかもしれんから、とにかくちょっと待ってやろうと思って、その声が大きくなるのを待ってやろうと思ったら、だんだんその声が大きくなってきたんです。エッサホッサエッサ、今だとふっと目開けたら、さっき言ったみたいにちょうど自分の足元にテレビ置いてたわけですね。そのテレビがなんか動いてるんですよ。こう窓がちょっと何か開いてて、窓の方に向かって動いていってるんですよ。と思って見たら、小人たちがそのテレビを持って盗んでいこうとしてたんですよ、窓の下に。で、その人やめろ、何すんやって言ったら、へぇーって言いながら小人たちがバッてテレビ離して窓の外に逃げてったんです。強盗ですよ。強盗。アパッチ団みたいな。アパッチ団みたいな。で、どんな格好なんですかって聞いたら、僕それはその場所に直接聞いてないんですけど、あるはその、映画の撮影が終わって飲み会で話聞いたらしいんですけど、その方の話があるんですけど、どんな格好なんですかって聞いたら、半魚人みたいな感じだったんですって。全然可愛くなくて。おだから、その人が言うには、きっとあれは宇宙船に乗ってたんやろと。で、なんでテレビ盗みに来たんですけど、それはよくわからないって言ってましたね。誰にもわからないんですよ。そんな科学力あるやつが。でも、その、もっと心配なのは、そんなちっちゃな円盤に、そのテレビ乗せられへんやん。そう。だって持って帰んねんと。惑星に。なんか結構いい話だなと。それもやっぱりなんかほっこりしますよね。まあなんか変な話多いですよね。うん、小人系はね。小さなおじさんってだけでちょっとジャンルが、1ジャンルできそうな感じがある。ああ、会長ずっと言ってましたね。それだけで100話かけるんちゃうかと。いや、いけるでしょ。ちょっと今年行ってくださいよ。ああ。ちょっと。はい。小さなおじさん100物語。はい。多分25話ぐらいで飽きると思うけど。いや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 。